おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝のラインナップです。ロシアへの関与を否定。テスラという会社、テスラ株が220ドルを超えてきた。今日はこれらの情報をお届けしていきたいと思います。本日も最後までご覧になってください。では、まず最初に、ロシアへの関与を否定。 こちらの情報かららお届けをしていいいきたいと思いますこちらに関してですが昨日の YouTube の中でチェチェン共和国の指導者であるランザム・カディロフさんがサイバートラックを入手したというニュースを紹介しましたそしてカディロフさんがイーロンさんから受け取ったと言われておりましたがこちらに関してイーロンさん自身もコメントを残されていて私がロシアの将軍にサイバートラックを寄贈したと思っているなんて君は本当に頭が悪い のか驚きだねという,ふうにコメントを残されておりますそしてレガシーメディアがいかに嘘をつくのかを示すもう一つの例であるというふうなコメントも残されていますということでイーロンさんが送ったわけではなかったと当たり前といえば当たり前ですけれどもその返事を残されていますでは次にテスラという会社こちらの情報をお届けしていきたいと思います今から紹介する内容は こちらの記事に書かれていることです内容がとても良かったので紹介をしたいと思いますまずテスラという会社ですけれども10万人の従業員イーロンマスクさんだけではないということですテスラの実態としてはテスラは単にイーロンマスクさん一人の会社ではなく約10万人の従業員が支えていますこれらの従業員にはエンジニア、デザイナー、製造ワーカー、販売員など 多様な人材が含ままれています従業員の貢献としてはテスラの成功はこれら多くの従業員の努力と献身の結果です従業員たちは革新的な製品開発から効率的な生産プロセスまでさまざまな分野で貢献していますそしてメディアの偏見としては多くのメディアはテスラをイーロー・マスクさん一人の会社のように報道する傾向があります この偏った見方は会社の実態を正確に反映していませんそして従業員の重要性としてテスラの従業員は会社のミッションと価値観を共有し 持続可能なエネルギーの未来を実現するために働いています彼らの専門知識と献身がテスラの革新的な製品とサービスを可能にしていますはいという内容でこの記事ではテスラの成功が一人の人物だけではなく多くの従業員の集合的な努力によるものであることを強調していますそしてテスラの真の強さはその多様で才能豊かな従業員にあることを示唆しているという内容になっていますとてもいい内 内容だったので紹介させていただきましたでは最後にテスラ株が220ドルを超えてきた こちらの情報をお届けしていきたいと思います。まずはマーケットチェックからしていきたいと思います。まずダウですけれども、今日は200ドル近く上昇しておりまして、4859ドルとなっております。ナスダックも今日は大きく上昇ですね。17808ポイント。S&P500 も今日は上昇していまして、5596ポイントということで、今日はアメリカ産指数大きく上昇しております。そしてこの中でテスラがどうなっているかといいますと、テスラは上昇し220ドルを超えて、今現在 222ドル台をつけていますそして次に NVIDIA ですけれども NVIDIA は今日上昇ですね。129ドル台となっております。同時は少しだけ下落ですね。0.10ドル台を推中となっております。そして最後に為替ですけれども為替は今現在146円の半ばとなっております。はい、ということで本日のテスラ株ですが220ドルを超えてきております。そしてこの220ドルがポイントでした。ではなぜ220ドルが重要なのかなんですけれどもこちらは先日のこの動画で解説をしました。 まだご覧になられていない方は、ぜひこの動画を先にご覧になってもらって、今からの解説を聞いてもらいたいんですけれども、まず先日のこちらの動画を振り返っていきたいと思いますが、内容としては、カップシースの創設者であり、市場テクニシャンのフランク・カペレリ氏の見解なんですけれども、テスララ株は2021 220年の高値から下下降トレンドラインがドドイががルままで下がってきてきいますそして、もし株価が220ドルを超えることができれば、270ドル付近まで上昇するか 可能性があるとカペレリ氏は述べていますそしてこの分析のポイントなんですけれどもカペレリ氏はテスラ株について基本的な判断をしていません彼はチャートを見て投資家が過去にいつ株を売買したかを把握しています つまり完全にテクニカルだけで判断しているということです。そして節目となる220ドルを本日超えてきたという状況になっています。ではなぜ今日テスラ株が上昇したのかというところなんですけれども、調べたところ、今日のニューヨーク株式市場でダウ平均は5日続伸。ダウ平均は先週からの好調な展開を維持しているが、全体的には次の手がかりを材料を探している状況。 今週はジャクソンホールでパウエル FRB 議長の講演が予定されていて市場は利下げの道筋を見極めるヒントを求めている。 米株式市場は景気後退懸念の高まりに端を発した7月中旬以降の下落から反発しかし最近の経済指標は労働市場の回復と秩序あるインフレ鈍化が示唆されソフトランディングへのセンチメントを押し上げた S&P500 は現在8月初旬の急落分を全て取り戻し過去最高値に2%下回る位置まで戻しているとこのことからも今日はテスラ単独のニュースによって株価が上がったというよりも 市場全体の動向により株価が上昇していると思われますしかしその結果として220ドルを超えてきたので今後のテスラ株の推移には期待ができるのではないかなと思いますはいということで本日のテスラに関する最新情報は以上となっておりますまとめていきますとまずロシアへの関与を否定テスラという会社テスラ株が220ドルを超えてきたこの3つの情報をお届けさせていただきましたではまずロシアへの関与を否定なんですけれども 当たり前といえば当たり前で昨日紹介しましたが僕の勝手な予想としては多くの人がイーロンさんがロシアにサイバートラックを送ることはないだろうと思っていると思いますがその予想通りだったということですそしてやはり不思議なのがこの報道に関して多くの記事が紹介をしていましたがどれもイーロンさんがそんなことをするわけがないと書かれた記事がなかったんですそれもまた不思議だなと思いましたがイーロンさん自身が レガシーメディアがいかに嘘をつくのかを示すもう一つの例であるというふうにコメントされていますがまさにその通りだなと思いましたそしてテスラという会社ですがこれは本当にねそうだと思いますテスラはイーロンさんの一人の会社のように見られがちではありますがたくさんの社員の方によって支えられているこれをね忘れてはいけないなと本当に思いますそして最後にテスラ株が220ドルを超えてきたですがここから先日のチャート分析にあった2 0 0 ドルを目指していくかかどうかですね本日220ドルを超えてきたということで新しくチャート分析をされるアナリストも出てくると思いますまた情報を見つけたら紹介をしたいと思いますがこれからしばらくテスラ株期待できるんじゃないかなと僕は思いましたはいということで本日の内容は以上となっております では、日曜日に行ったアンケートの結果を見ていきたいと思います。今週は512票いただいております。ありがとうございます。結果としては、上がると答えられた方が64%で一番多かったです。果たして今週、どのような結果になるのか、しっかりとまた追っていきたいと思います。では、最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日は、ランバラルさんのコメントです。 おはようございます先日テスラ名古屋栄に行ってきました8月までに納車すれば以後3年の定期点検費用サービスのキャンペーンは9月まで延長するそうです 8月中に契約すれば希望のデザインの車が国内にあればお得だと思います。それから、有料延長保証制度については、中古車を購入の人には利用できないということらしいです。いくらテスラでも5、6年先に何か不具合が出てもおかしくないからですね。制度を利用しておいた方がいいと思いました。プチ情報というコメントをいただいております。ありがとうございます。そして、ラルさんといえば、先日8月12日のコメントで紹介させていただきましたけれども、この中でテスラのモデル Y の購入 検討されれれててていい新車ででで買買ううかか中古を、ね、迷われていたんですけれども僕はラルさんがその後どうなったのかなというふうなことが気になりましてこの返信でラルさんは結局どうされますかというふうにコメントを、ね、したんですけれどもそちらに対して返信をいただいておりましてなんと9月納車ですありがとうございますプチ情報が最終的に決め手となりました試乗しましたが違和感なく気持ちよく運転できました本当はもっと慣れないといけないと思うぐらい乗りに癖があるかと思いましたが FR の後ろ かかからとと押ささされれる加速感なななどどは久しししぶりりののでででででで楽しかったたたすすンさんの情報などで勉強でききおおげで気持ちよく買い物できましたとい物ままうコメントを残されておりますありがとうございます。ということで、ラルさんがテスラを購入されたということですけれども、おめでとうございます。なんか、僕の YouTube をご覧になっている方からテスラオーナーの方が生まれるっていうのは、本当ね、非常に嬉しいなと思いますけれども、ラルさん9月納車ですね。また納車の時にぜひね、コメントで教えてください。よろしくお願いいたします。はい、昨日もですね、コメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の 内容に関しししてもコメントの方をよろしくお願いいいたしますはい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラに関する情報を発信していますテスラオーナーの方テスラ株投資をされている方ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたしますそして今回の動画の内容も参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたしますでは本日も最後までご視聴していただきありがとうございましたテスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた追伸です いやーなんか僕の YouTube をご覧になっている方が実際にテスラを買われるっていうのは本当なんかね非常に嬉しいなという感想でございます。ラルさんは本当僕の YouTube ねいつもご覧になってもらって定期的にコメントをね残してくれるんですよね。なのでそういった方がテスラを買われたっていうのは本当非常に嬉しいなと思っております。ラルさんもし追伸の今のこれをねご覧になられていたらぜひまた X で写真などをね送ってくれればと思います。そしてまたいつかラルさんとテスラのオフ会とかでお会いできることをね楽しみにしております。そしてラルさん以外の方でもテスラ これかららら買買おうかかななとと思思わわれれれててていいいいるる方方方そししテスラっっったたたよ言がゃコメントの方で教えていただければと思いますなんかこのような YouTube を通じてテスラという車で共通の話題ができて新しくご縁ができるっていうのは非常に僕としても嬉しいなと思っておりますので引き続き僕の YouTube をご覧になっている方で新しくテスラオーナーになる方が増えたらいいなと本当に思っておりますぜひねまたそういった方がいらっしゃったらコメントで教えてくださいよろしくお願いいたします では今日もですね最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしになられてください。ではまた。